その記念すべき初仕事が石灰運びかよ。ほら、文句言わず運ぶ。まだいっぱいあるんだからね。ジエ先生、発注の数間違えたみたいだね。4袋のはずが1桁増えて40袋になったってさっき言ってたよ。いいじゃない、どうせ消耗品だし。五条先生も多めに見るってさ。でも知恵先生はそれじゃあ自分を許せないからってペナルティー自分に課してたけどね。ペナルティー？なんだそれ。カレー1週間禁止。それにしてもミオン、こんな仕事今まで一人でやってたのか？ん？ああ、まあ時々はね。でも大抵はレナたちの手を借りたりしてたね。ありがとな、ミオ。え？なになに？何が？いや、こんなにきつい仕事、一人で任せてたりしてさ。別に、こんなの全然平気だよ。おじさん、こう見えて意外に体育会系だからね。いや、それは意外じゃない。見たまんまだ。ケイちゃん、なんなら一人で全部やる。いい運動になるよ。あ、いや、今のは冗談。わーっと。ほらほら、どうした？前原委員長。いきなりここでダウンですか？鬼だって鬼だもん。園崎の子だからね。つうか、これならレナたちも呼んだ方が早かったかもな。何よ、おじさん一人じゃ不足ってのな。あ、初めはそう思って声かけたんだけどね。そしたらみーちゃんの邪魔はしたくないよ、はう、だってさ。なんだそれは。わけわからん。本気で？はあ、ケイちゃん。なんだよ。もう一個くらい持てるよね。私取ってくるから。ああ、ガッ。おお、いいチギだね、ケイちゃん。てっきり避けるかと思ったのにさ。さて、ケイちゃんへの罰ゲームも済んだことだし、さっさと運び込むよ。
いた。よっこい、しょっと。お疲れ。助かったぜ、ミオ。ああ、それはまだ早い。これを中に入れ終わってからお疲れ様だよ。そこ危ないぞ。あ、はいだ。いった。大丈夫か、ミオ。ダメ、ケイちゃん、電気つけないで。え？わっ！何するんだ、ミオ。ごめん、痛かった？だってケイちゃん、密室で細かい粉が舞い上がった時に電気つけるのご法度なんだよ。粉塵爆発って言ってね、火薬並みの威力があるんだからさ。つけた瞬間、火花が飛んで着火、倉庫の屋根が吹っ飛ぶね。たまやってか。冗談じゃない。そんなの直撃で食らったら俺たちだってひとたまりもないぞ。だから止めたんだよ。あ、でもボール投げたのはやりすぎた。ごめんね。あ、でもミオン、よくそんなこと知ってたな。学校じゃ習わないだろ。昔ね、ダム工事の反対運動やってた時に軍事インストラクターの人にいろいろと教わったんだよ。危険物の取り扱い方とか、まあいろんな雑学ってやつをね。軍事って軍事って言ってもそんな大げさなもんじゃないよ。ほとんどが消防隊の人が知ってることの延長とか、応急手当の仕方とか、ドンパチのやり方ってよりも怪我人が出た時のための対策だね。どうしたの、ケイちゃん。え、いや別に、なんかすげえなって素直に感心しただけ。おじさんの実力をなめちゃいけないよ。トラップに関してはこの粉塵爆発も含めて里子に教え込んだのはこの私。学校の勉強はいまいちだけど、実学主義者の肩書きは伊達じゃない。言ってて恥ずかしくないか。もう髪まで石灰でドロドロだよ。ちょっと洗ってきてもいい？
あ、もう戻ってもいいぞ、ミオン。あとは俺がやっておくから。そう？あ、じゃあなんか飲み物持ってきてあげる。お、よく冷えたやつを頼む。はいよ、よく冷えたマヨネーズね。木工ボンドの海に沈めたのか。ひなみざわ、その崎か。いや、吉郎おじさんのところで欠員ができたって言うからさ、急遽ヘルプってわけ。ああ、そうだけど。それなら一緒に帰ってくださいなのです。お話があるのです。一緒に帰ってくれますか？あ、わかった。どこに行く？ちょっと遠くなるかもしれませんが、古出神社でもいいですか？やっぱり来ないか。ん？どうした、リカちゃん。なんでもないのです。いただきますのですよ。
それで、リカちゃん、話って？ケイチ？ケイチにとって、最悪の未来は何ですか？え、最悪？そうだな。以前、確か俺、大切なものについて答えたよな。だから、それが失われることが起きたら、最悪だと思う。ケイチ、サトコのこと、好きですか？え？あ、大好きだぜ。そのサトコが傷つけられるとしたらどうしますか？決まってる。そいつを見つけ出してぶっ飛ばす。この世界のケイチもそう思ってくれて嬉しいのです。だからサトコを助けるために力を貸してください。え？ああ、それはもちろん。でも、サトコの身に何か起こるのか？サトコの叔父のこと、何か聞いていますか？サトコには、鉄平という叔父がいます。そして鉄平は、今沖宮で、リナという女性と暮らしています。今、戸籍上では、鉄平がサトコの養育権を持っています。といっても、去年まで一緒に暮らしていた時は、サトコは、ひどい扱いを受けていましたが。ひどい扱い？どんな？ケイチ、サトコのためにそこまで怒ってくれるのは嬉しいのです。本当に嬉しいのです。でもこれからケイチにお願いしたいのは仕返しでも暴力でもないのです。もっともっと難しくて、そして、
里子が一番幸せになれる方法なのです。一番幸せに？圭一、たとえ鉄平がいなくなっても、圭一がいなくなる世界では里子は幸せになれないのです。だからあなたがいて、そして里子が幸せになれる方法を探さなくてはいけないのです。わかった。それで？鉄平は今沖宮で暮らしていますが、おそらく近いうちに雛見沢に戻ってきます。それは彼の生活費を稼いでいる同居人、間宮里奈という女が殺されるからです。殺される？殺されるって、いくら予言でも穏やかじゃないぞ。それに、なんでそのリナってやつが殺されることになるんだ？リナは今その崎系列の店で働いています。そして今日から数日後、系列店で集められた上納金を狙って強盗を働くのですが、そこは暴力団の詰め所なのです。暴結果彼らは失敗、そしてリナは逃げ遅れて組員の手で確保され、加わった連中への見せしめのため殺されるのです。あ、でも、それで鉄平が雛見沢に戻ってくると、里子とどういう関係が？鉄平が帰ってくれば、当然、北条家に居座ろうとする。その際、家事が一切できない鉄平は、里子を探し出して、連れ帰る。いえ、連れ去ってしまうのです。え？実はこの事件は今までの世界でも滅多に起こらないものでした。だから僕も起きた時は運が悪かった、そう思っていたのです。昨日図書館でその間宮里奈を見かけました。そこで嫌な話を聞いたのです。リカ、走れメロスは見つかりましたか？み、まだなのです。僕はこっちを探してみますです。でもよ、俺らヤバくね？上納金に手をつけるなんてバレたら間違いなくこれだぞ。実際
いろんな噂を聞くけどさ、うまくいった例なんてほとんどなしって話だぞ。なら別にいいんだよ、抜けても。あんたのたまりにたまった借金、もう利子だけでも普段の給料じゃ払いきれないだろうけどね。そうだけどよ。あんたも、それからあんたも、知ってるかい？あんたら上から目つけられてんだよ。しのぎも同僚と比べてちんけなもんだし、いつ首切られてもおかしくないしね。うるせえ。あんただって似たようなもんだろ。私？残念でした。私は保険ありだから、この山に乗らなくても生活に困ることはないしね。だよ、あの中年ごくつぶしにそれだけの解消があるってのかよ。中年？ああ、鉄のこと？なわけないじゃん。私みたいに器量よしの人間はちゃんと他に優良物件いくつもこさえてるのさ。おい、声が大きいぞ。大丈夫だって、もう残ってるのガキばっかじゃん。聞かれたって分かりしないよ。そうだけどよ。何神経質になってんのさ。ここは園崎に繋がりがない唯一の場所なんだからね。わざわざ調べて選んでやったんだから、ちった腹くくれっての。ともかく、ポン、ヤスケ、あんたたちは足の手配を。シュウはこのキーチェーンの鍵全部を明日7時までにコピーして店長の机の引き出しに戻しておきな。抜かるんじゃないよ。任せておけって。ブルってんじゃないよ。これがうまくいきゃ私たちは一気に大金持ちさね。こんなひなびた田舎町、とっとと出て行って海外で豪遊と行こうじゃないか。最低の野郎どもだな。でもそうと分かったら殺させるわけにもいかないよな。佐都子がその鉄平って野郎に連れ去られるわけにはいかないし。いえ、このままでいいのです。え？マミやリナは、このまま僕たちが黙っていれば、盗みに入るでしょう。そして、死んでもらうのです。死んでもらうのです。けど、リカちゃん？み？もしリナが殺されたら、鉄平がひなみざわに帰ってくるんだろ？そうなったら、佐都子がおじに連れ去られるって、今リカちゃんが言ったじゃないか。言いましたのです。佐都子は、鉄平に連れ去られてしまうのです。おそらく、確実に。だったら、
リナがいなくなって鉄平がひなみざわに帰ってこないよう予防策を張った方が里子のためじゃないか。それとも里子を鉄平に連れ去られないような秘策でもあるってのか。秘策は特にありませんです。それに鉄平は戸籍上里子の扶養者ですから、鉄平が行ってきたら里子は鉄平の元に返さなくてはいけないのです。冗談じゃない。それなら圭一、よく聞いてください。僕はお願いしましたのです。もっともっと難しくて、そして里子が一番幸せになれる方法を考えてほしいとこの前にも言ったばかりなのです。ちゃんと覚えてくれていましたか。でもだったらなんで里子をおじのそばに置こうって企むんだ。このままだと里子が不幸になるのはほとんど確定じゃないか。これは里子のためにも必要なことなのです。な、もしかしてそのおじは一緒に住んだら里子のことを可愛がってくれるとか。全く逆なのです。毎日里子は怒鳴られ、こき使われて、去年と同じくらいかもっとひどい状態になってしまいます。おちょくってるのか、リカちゃん。それでもそのおじのところに里子を渡せってのか。はい、なのです。これは里子と圭一のためにとても必要なことなのです。それって一体。里子が連れ去られた後、圭一たちが実際にやり遂げた奇跡です。そして圭一はこのことをきっかけに村全体の信頼を集め、里子はようやく村の人たちに受け入れてもらえるようになる。結果はハッピーエンドなのです。じゃあ、リカちゃん、俺はどうすれば。もし里子がひどい状態になっても短絡的な行動は我慢してほしいのです。そして暴走しそうな部活メンバーを率いて町会、そして園崎家と戦って協力を勝ち取ってください。そうすれば最終的に里子は救われるのです。つまり今は里子を見捨てろと。つまり今は
サトコを見捨てろと。対極的に見ればなんて勝手な言い分だと思います。だから僕のこの判断を正しいと認めてもらいたいわけじゃないのです。でも他にいい方法が見つからない以上、この選択しか思いつかないのです。だから圭一、あなたはこの先感情的にならないでほしいのです。それとそれ以外にも、シーとレナはサトコを助けようと強硬策に出るでしょう。これを何としてもあなたの力で止めてもらいたいのです。だからダメだな。み、リカちゃんの言いたいことは分かった。だけど、それって要するに駆け引きだろ？そんなの俺には似合わないし、したくもない。だから、リカちゃんの予言する未来が、たとえ本当だとしても、俺は悪いけど、ごめんだね。ケイチ。サトコが村の連中から白い目で見られてるってのは、以前聞いた。ダム工事の賛成派が、サトコの両親だって話だよな。でもだからって、その方法でしか、あいつを救ってやれないってのは、変だと思う。他にもいい機会があるかもしれないし。それに、俺は別に村の連中に、そんなやり方で信頼されたいなんて思わない。村の人たちを一つにまとめなければ、この先の敵と戦えない。その敵に勝てなければ、みんなが不幸になる。それでも、ですか。言っただろ。俺はそんな運命信じちゃいないって。敵がどういう奴かはまだわからないけど、俺たちの幸せをぶち壊そうとする奴は絶対に許さないし、絶対に負けたりしない。そのためだったら村の連中を全員説得して回ることだってしてみせる。むしろ教えない方が良かったのかもしれません。いや、教えてくれて良かったぜ。リカちゃんだってサトコを本当はおじの野郎なんかに渡したくないんだろ。ならどんな手段があるというのですか。決まってる。サトコがそのてっぺんに連れ去られないようリナの盗みを防ぐ方法を考えるさ。ケイチ、盗みを防ぐと言ってもリナを殺させず、しかも成功して沖ノ宮から出ていかないようにするためにはリナ自身に盗みを諦めさせなければいけないのです。そうなると警察や園崎組の関係者にも相談できません。どうやって防ぐつもりですか。リカちゃん、忘れたか？サトコのためだったら、力を確実に貸してくれる奴が、部活メンバーにいるじゃないか。み？Cに、どうやって伝えますか？そもそも暴力団は、メンツを非常に気にしますのです。もし組の若い連中が金庫を狙ってると知ったら、それだけでも生かして返すわけにはいかなくなります。そうなると結局リナは殺されるしかなくなるのです。まあ普通に伝えたらな。でももしリナたちの計画が初めからなかったものにしてしまえばどうなる？
意味がよくわからないのです。ま、任せてくれないか、リカちゃん。俺にいい考えがあるんだ。な、リカちゃん。